マッシブーンの弱点を補完できるポケモン、いないかな？炎、フェアリー、エスパー、飛行。これを完璧に抑えられるポケモンなんてそうおらんやろ。お、ヒートランなら全部半減以下で抑えられますね。こいつは育てるしかねえ。確かに優秀な体制だけど、またバシャーモに弱いポケモン育てんのかよ。このチャンネルの宿命みたいなもんだし、しょうがない。あ、キッチンのレベル上げ順番ミスっちゃった。あと不思議な飴7個必要だが、そんなにポイントないぞ。そうだ、ツイッターでレベル上げ代行してくれる人募集しよう。報酬はマッシブーンで。あ、僕手伝いますよ。ありがとう。オンラインになるから、そちらから交換申し込んでくれだぜ。さあ、協力してくれる人と交換タイム。ヒートラン、しばしの別れだ。あの、ボセさん。フェッサで話しかけても反応しないんですが、もしかして誰かと交換してます？え、これあなたじゃないんですか？じゃあこれ、誰なんだ？フェッサでたまーに何も登録してないのに話しかけてくるやつがいるが、多分それだ。なんか電流送られてきたけど、今はそれどころじゃない。私のヒードラン、どうなるの？残念だが、相手と意思疎通ができないのなら、帰ってこないぞ。うわー、ヒードラーン。事前にトレーナーネームを確認しなかったのが悪い。同情の余地なし。う？さよなら。さようなら私のヒードラン。世界一強いヒードランになったら、また会おうな。だからもう会えないって。てなわけで、今日は悲しみを乗り越えレイト戦をやっていきます。まった。普通にヒードランいるんだけど、これはなんだ？このヒードランは、本来交換するはずだったリスナーさんがくれたやつです。ぜひ動画で活躍させてほしいとのこと。なんて優しいリスナーさんなんだ。今日は絶対ヒードランの良さを伝えるぞ。ヒードランの苦手なやつは俺で潰せる。コンビネーション、見せてやろうぜ。あとはタスキ持ってて動かしやすいテテフでいいかな。先発テテフ、控えにドランマッシュで。ウチケンさん、対戦よろしく頼む。初手はギルガルド以外で同じやす。クソだよクソ、ははは。まあ落ち着こう。こっちには今回の主役、ヒードランがいる。むしろフィールドを展開できて今であるよ。まあタスキあるんでシャドボでゴリ押せるかもですが。まだテテフは大事に取っときたいから、雑に扱うわけにはいかない。さあ出てこい今回の主役、白くない方のゴキブリ。剣の舞はめちゃくちゃありがたい。実質無償降臨だ。フィールドを張ったから、影打ち効かないのもうまじ。はい、ヒードランの技構成、こうなっております。外悪処理専門班って感じですね。技とか持ち物はまだ模索段階だから、最適解ではないです。で、ギルガルドは突っ込んでくると、まあ一発は耐えるからな。でも、剣舞ガルドってあんま禁止持ってないイメージなんですよね。なら次のターンブレードフォルムにマグスト当てられるのでは、交代読み身代わりもありだが、フィールドがあるうちに攻めるのも手だぜ。ロトムはボルチェンでマグスト抜けてくるので、あんまりよろしくないです。ここで外してたらクソでしたが、しっかり当ててくれました。えらいぞ、次もボルチェン読みマグマストームだ。交代先を縛り上げようぜ。なるほど。後ろに迷惑かけられないからボルチェンはしない方向でしたな。あーもうめちゃくちゃだよ。ヒートランのマグストってマジで当たんない気がするんだけど気のせい？命中75だし、そりゃそうだろ。さてさて、ロトムの体力もあとわずか。この辺でボルチェンしてくる可能性も十分あるので、マグマストームぶち込んでやりましょう。外しても高速ダメージあるから安心だぜ。この攻撃はギリ耐える。ロトム突破だ。という茶番は置いといて、次の試合やってくよ。ちなみにあの後私が三立てして勝ちました。とやねえ誰か褒めてくださいよ。さて、今回もヒードランいけそうですね。クチートとクレセリアを同時に相手できんのこいつしかいないしな。そうするとランドロスが重くならないか？俺も出そう。そうすると自信持ちグロスが重くならないか？
僕もだそう。自己主張の激しいレギュラーですが、今回は頼らないと負けちゃうので連れてきますか。本当はバンギラスも使いたかったが、やむなし。ウランさん、対戦よろしくお願いします。はい、初手出し負け。いい加減学習してほしい。ただ、俺がいるから大丈夫だ。交代しよう。これってマッシブーンかポリツー、どっちに引くのが正解なのかな。メタブロスと戦うためにポリツーの体力は残したい。マッシブーンにしよう。ちなみに、僕がいればトリル返しもできるから、弱しきても安心。俺、参上。玄米ランドか。しかし相手が悪かったな。玄米型にはさすがに爆発ないだろうし、突破は確実だぜ。まあ仮に爆発されてもランドロス死ぬし、特に問題はない。そんな攻撃で俺を倒せると思うな。いい感じだぞマッシブーン。メタブロスに死ねんなかったらそのまま勝てそうだな。さあかかってこい。クチートなら Z で倒せるんじゃない。比較はビーストブーストでチャラだ。行ってこい。全世界の俺のファンのみんな見ててくれ。許しください。絶対許さない。でも相手剣舞じゃん。セーフ。試合的にはセーフでも動画的にはアウトだよ。あ、わかった。なら動画的にいいことすればいいんだろ。これで満足か。大満足です。3体目はクレセリアだったので、こっからはヒードランの独壇場だね。凍ってなくても多分超有利なのは変わらないぜ。サラダバー。ここどうせ動いててもトリルだったし、すごいいい展開。でもせっかく凍らせたのですから、安全に身代わりから入りたいです。クレセリアはヒードランの身代わりを壊す手段が皆無なので、絶好の起点なのだ。次に打つのは、マグマストーム。氷を溶かしてトリックルーム打ってもらいましょう。何やってんだ！まあ、これはこれで OK。よし。さあクレセリア、トリックルームを打つのです。よしよし。次のターンは三日月の前でしょう。だがわずかな勝ち筋も潰させてもらうよ。マグマストームで逃げられない。挑発で実際上もできない。クレセリア、チェックメイトだ。やっぱヒードランスええな。さて、この調整を使ってみた感想ですが、S がもうちょい欲しいかな。C 削ってレヒレ抜きぐらいにしてもいいかも。あとメザ氷を採用してますが、これは別の技に変えてもいいですね。毒毒か守るにすれば安定するかもな。クレセリアよ、チリな。というわけで、ウランさん、対戦ありがとうございました。はい。こっからどうでもいいおまけです。こちらヒードランとの交換で送られてきた謎の電流だぜ。冷静な性格なので、多分トリルアタッカーでしょう。地味に努力値ちゃんと振ってあって草。技は何に役割もつか不明な瓦割り、パワージェム、10万ボルト、毒毒。持ち物はなぜか貝殻の鈴。特性は夢特性のプラス。これ技変えて電流ナイトも出せれば普通に使えるやん。個体値はどんなもんだ？必要箇所は V ですね。ええやん、あれ？次回この電流使う流れなの？いや、それが違うらしい。とあるポケモンから手紙が届いたんだ。